ブライダル TV をご覧の皆さん、こんにちは。ブライダル YouTuber の中西由美です。このチャンネルでは結婚に関する知識やお得な情報を配信しておりますので、よければチャンネル登録もお願いいたします。2人の結婚が決まったらご両親へのご挨拶です。今まで何度も結婚挨拶について動画を配信しておりますが、今回は女性が使える会話の文例テンプレートを大公開します。これさえあれば何て言えばいいんだろうというお悩みが解消されます。そのままでも使えますし、ご自身でアレンジしてみても OK です。4つのシチュエーション別の文例をご紹介していきます。では行きましょう。まずは自分の両親へ結婚の報告をするとき、いきなり私結婚します。ではご両親もびっくりしてしまいます。まずはお付き合いしている人がいるということ、そして結婚の運びとなったことを丁寧に伝えましょう。私今お付き合いしている人がいて、結婚に向けて話していて、お父さんとお母さんに挨拶に来たいって言ってるんだけど、時間作ってくれるかな、という言い方がいいと思います。もしご両親と彼がすでにお会いしている場合でも、結婚の挨拶ということで改めてしっかりとこのような言い方でお伝えするのがご両親へのマナーです。ご両親の都合を聞いて日にちを調整することが大切です。そして緊張の彼の実家に挨拶に行った時の玄関先での会話です。まずは玄関先で初対面の場合は一番の緊張シーンです。姿勢を正してハキハキと挨拶をしましょう。マリオさんとお付き合いさせていただいております、マリコと申します。本日はお忙しい中お時間を作っていただきありがとうございます。よろしくお願いいたします。そしてお辞儀をしましょう。玄関先ではこれぐらいの挨拶をしっかりすると初対面でいい印象を残せると思います。中に通されて席に着いたら改めてしっかりとご挨拶をしましょう。まずはお時間を作っていただいたお礼、そして結婚の挨拶となります。改めましてマリオさんとお付き合いさせていただいておりますマリコと申します。本日はお時間を作っていただきありがとうございます。先日マリオさんに私の両親に結婚の挨拶にお越しいただき、私の両親は快諾してくれました。まだまだ私には至らぬところもありますが、マリオさんを心から大切にしています。幸せな結婚生活を過ごせたらいいなと思っておりますので、これからマリオさんのお父様お母様と末永いお付き合いをさせていただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。こんな感じの文例はいかがでしょうか。このご挨拶の中に入れた内容は、彼への思い、自分の実家へ挨拶に来てくれてその了承があること、彼と彼のご両親との将来について、この3つのポイントを押さえておけば問題ないかと思います。無事に挨拶が済みましたら、あまり長居はせずに大体2時間ぐらいしたら失礼するようにしましょう。帰る際は楽しいお話ですっかり長居をしてしまってすみません、そろそろ失礼させていただきます、これからもどうぞよろしくお願いいたします、などはいかがでしょうか。笑顔できちんとお辞儀をして丁寧に挨拶することを心がけましょう。以上、今回は結婚挨拶のシチュエーション4つのパターンをお伝えしました。いかがでしたでしょうか。緊張すると思う方はしっかり練習していきましょう。そして挨拶後にはお時間を作っていただいたお礼の電話かお手紙を出すようにしましょう。素敵な結婚挨拶になることを心よりお祈りいたしております。それでは最後にお知らせです。ブライダルナビでは結婚式場の紹介、プロポーズのサポート、婚約指輪、結婚指輪の販売もしております。YouTube を見た後ご来店の際に言っていただければ、婚約指輪のダイヤモンドが 50% オフになります。婚礼衣装の紹介もしていて、ブライダルナビと提携している衣装店は、ブライダルナビにご連絡をいただければ、通常価格の半額になります。その他結婚式のことで気になることがございましたら、相談は無料ですので、お気軽にお問い合わせくださいませ。お問い合わせのリンクは概要欄に貼っております。ブライダル TV のチャンネル登録もお願いいたします。それでは次回の動画でお会いしましょう。